はい。えっと、第4週の5本目のビデオになりますね。ここでは、チーズの値段を知ることができるという CDS について、その実際の教え方を考えてみましょう。これはですね、えっ、ーえー、と、まあ、今ご覧になっているのが、この CDS ができたかどうかを確かめるテストですね。これは先週の評価の時にお見せしました。で、えー、商品の値段を知るのは、実はそれほど難しくないです。 えー、なぜなら、えー、大体漢字ではなくてアラビア数字で書いてあるんですね。えー、それから数字の後に円という漢字があれば、えー、それが価格であるというマーカーになるからです。で、この場合ももちろんこの漢字を円と読めるかどうかは教える必要がありませんね。えー、で、もし好奇心の,あの高い学習者なら質問してくることもあると思いますけど、えー、その場合はわざわざ隠す必要もないですね。えー、ただあの、読み方は試験に出ませんよということも 伝えておいてもいいと思います。はい。えっ、ー、と、さっきの東北と同じようにですね。えっ、ー、と、このようにいろんな地図の表紙を見せて値段を聞いてみましょう。で、えー、もちろんですね、その値段を日本語で言える必要もないですね。だからいくらですかと質問して何円ですと答えてもらう必要はないです。英語かフランス語で言ってもらってもいいし、あるいは指さしてもらうだけでもいいと思いますね。はい。えー、ここの、えっ、ー、と、地図の値段が書いてあります。 はい。これも同じように、500円というのを指さしてもらえばいいですね。はい。えっ、ー、と、これはですね、ちょっとぼかしすぎてしまってよくわかんないと思うんですけど、えー、ここに、えっ、ー、と、680円というふうに書いてありますね。はい。で、中にはですね、このように、地図の表紙に多くの数字が書いてある地図というのもあります。で、その中から、この中からですね、正しい価格を見つけることができれば、 もう大体他の地図でも価格を見つけることはできるんではないかと思いますね。はい。えー、では、ここの教え方の留意点なんですけど、えー、これ、まあ、先ほども申し上げましたが、この部分の CDS は、えー、地図の値段を知ることができるですね。えー、ですから、書けるようになる必要はありませんし、発音できるようになる必要もありません。えー、それからキーボードで入力できるようになる必要もないですね。 それから、門っていうのは似ている、似ている漢字がありますけど、そういう似ている漢字と円という漢字を区別できるようになる必要もないです。なんでかっていうと、こういう地図の表紙とかにですね、2500門とか表示されている可能性はほとんどないからです。はい。では、ここからは、えっと、本日最後のトピックになりますが、えっと、文系シラバスに対して行動中心アプローチの方がいいという理由としてですね、 二、えー、つの教え方を比較すると、まあ、実際に行動中心アプローチの方が、えー、口頭でのやり取り能力が高かったっていう調査報告があります。これもリンクを開くと、えー、本文を読むことがありま、できますので、興味のある人はぜひ読んでみてください。それから、えっ、ー、と、これに関してですね、この行動中心アプローチに関して、えー、よくある誤解についても、えーか、あの、話しておきたいと思います。えー、このよくある誤解というのは、 行動中心アプローチでは文法は教えないというものなんですね。しかしこれは非常に大きな誤解です。もちろん行動中心アプローチでも文法は教えますね。ただ、授業の目的はその行動ができるようになることなんですね。ですので、例えば今回の地図を購入する行動の場合はですね、 あの、その行動に文法が必要なければ文法は教える必要はないんです。えー、ですから文法を教えないときもある、あるんですね。それは事実ですね。えー、それからですね、えー、文法を教えるときも、その行動に、えー、関係のない使い方や例文っていうのは教えないんです、えー。例えばですね、条件のとっていうのがありますね。で、これを教えるときは、右に曲がると郵便局がありますとか、 えー、こういう道案内の例ですよね。えー、それから、このボタンを押すと電気がつきますっていうですね、機械の操作の例が多いと思うんですね。えー、しかし、機械の使い方を他の人に説明するっていう、そういう行動を、について、えー、教えるときでしたら、道案内の例文は、えー、教える必要はないんです。教える必要はないだけではなくて、むしろ教えてはいけないというふうに思っていただければと思います。で、えっ、ー、と、この誤解に関する、あの、 質問というのはもう本当に多いので、えー、もうまとめて回答した動画がありますから、興味のある人はこの URL を開いてご覧ください。10分ぐらいあります。はい、それではえー、っと今回のビデオはここまでにしますね。えー、失礼します。